パソコンユーザーの方も必見のですね、今回はワイヤレス映像転送&切り替え機大全ということで、今までね、撮影した動画をですね、5本まとめて紹介したいと思います。この1本見ていただくとですね、パソコンがね、より便利に使えるかなと思っております。ワイヤレス映像転送っていうのは、例えばですね、テレビとかモニターにパソコンをつなぐ際に HDMI ケーブル使いますよね。このケーブルがなしで無線で映像が表示できます。もちろんね、タイプ C でできるのも出てきました。この2つ紹介します。それから切り替え機、 HDMI の切り替え機、複数のパソコンをね、1台のモニターにつないで切り替えて使えます。で、 USB 切り替え機、これマウスとかキーボード、 USB メモリーなどをですね、切り替え機につないで複数のパソコンで使えます。つまり1台のマウス、キーボード、 USB メモリーなんかを2台のね、3台とかのパソコンで利用できるわけです。さらに KVM 切り替え機っていうのがありまして、こちらはですね、なんと USB キーボードとかね、 USB デバイスと、それから HDMI 丸ごと切り替えられる。つまり1台のパソコンのセットが複数のパソコンでモニターも周辺機器も丸ごと切り替えて使えるわけです。例えばノートパソコンをね、2台持ってるとか、ノートパソコン1台持ってたけれども N100 のね、安いミニ PC 出てきたから一緒に使いたいとか、ミニ PC2 台使いたいみたいな時にですね、非常に便利なんですよ。もちろんね、映像をワイヤレスで転送できると、テレビから離れた位置でね、動画を再生して手元のパソコンでね、ケーブル気にせず使えるといったメリットもあります。ということで、ぜひですね、気になる動画を概要欄のリストからチェックしてご覧ください。もちろん全部見ていただくと、あなたに最適な製品が見つかると思います。今回はですね、HDMI ケーブルがワイヤレスで使えるようになるというですね、送信機、受信機ですね、ワイヤレス送受信ができるデバイスを紹介していきたいと思います。で、実はですね、もうこの手の製品いっぱい出てるんですよ。で、僕ね、これ手に入れるの多分ね、3つ目ぐらいなんですが、今までね、ちょっと相性がありすぎてご紹介しづらかったんですけれども、今回僕が使った限りではちょっと相性あります。でも比較的ね、多く使えたので、参考までにね、紹介していきたいと思います。で、これからですね、ワイヤレス送受信&切り替え機大全ということで、この手のですね、デバイスをね、いくつか紹介していきたいと思ってますので、ご注目いただければと思います。こちらですね、 AIMIBO、 なんて読むかわかんないんですけどね、アイミーボーっていうのかな、AIMIBO というメーカーの製品なんですけど、僕も Amazon でね、購入したんですが、はっきり言います。こんな風には使えません。こんなシンプルには使えないんですよ。もっとケーブル結構ごちゃごちゃになります。こういうのね、やっぱりちょっとね、ということで、ではね、紹介していきますけれども、こんなシンプルじゃないという点はね、ちょっと注意していただければと思います。こちらが中に入っているものですね。まずね、ちょっと説明書を見ていただきたいんですけれども、日本語のね、説明もありますが、なんかね、結構よくわかりません。ちょっと僕もね、最初苦労しましたけれども、あと画面にも説明出てくるんですが、画面に出てくる説明とここに書いてある説明がちょっと微妙にね、なんか違うことが書いてあったりします。ただ、試行錯誤して一回使えるようになれば、なるほど、分かったぞという感じになるかなと思います。でね、実際は使うのにそんな難しいことはないんですけど、実はもう配線がごちゃごちゃしておりましてですね、まずね、受信機、これね、RX って書いてある方が受信機なんですね。これを組み合わせて使います。後でね、お見せしますけど、こういう形でね、組み合わせて使うので、結局ごちゃごちゃですわ。ごちゃごちゃですわ。で、こちら、TX ですね。こちら送信機。こちらにも電源必要なんで、これを挿します。ただし、電源を挿さないでもランプがつけば基本大丈夫なんですが、とりあえず最初はですね、電力不足で使えないと意味ないので、普通に全部つないで使ってみて、うまくいったら外してみる方が迷わないかなというふうには思いました。で、この2つはですね、 HDMI の変換アダプターなんで、これね、受信機、このね、RX が受信機、こっちをモニター側につなぎます。RX をモニターにつなぎます。送信機はパソコン等に使います。だ、モニターが、モバイルモニターの場合は、こいつを使ってね、HDMI のサイズを変えてあげるわけですよ。こうやってね。という形で、これは使います。またね、送信機側も、例えば、カメラから
送ろうと思ったらこいつをね使うなど、まあこれ変換アダプターというわけですね。ではね、早速ちょっと使っていきましょう。まずですね、モニター側にこのね、RX ね、受信機の方を挿しますね。HDMI に挿せば OK です。 HDMI 複数ある場合はもうどれでもね大丈夫です。はい、刺さりました。でこのねアンテナ付きのケーブルを使って、はい、これね充電器 AC アダプターに、もしくは AC アダプター等に挿して電気を送ってあげます。これでね準備 OK です。ではね反対向けてみましょう。 HDMI に挿して電源をつなぐとこの画面が出ます。これが出ればまあ大体うまくいくと思います。で続いてパソコンですね。パソコン側に送信機をですね今度はセットしていきますね。パソコンの HDMI ポートにですね送信機を挿しました。これでですね、まあ電気がつけば使える可能性高いんですが、やっぱり最初の1回はねちゃんと電気を送ってみたいと思いますということで、はい、挿しました。はい、これでね使えるはずです。ランプついてますね。では映るかどうか見ていきましょう。今ね、2,30 秒かな、待っていたらパソコンの映像が映りました。もちろんですね、もうワイヤレスです。ワイヤレスですで、表示されてますね。ではねちょっとねモードを変えてみますね。ディスプレイ設定で複製を拡張にしてみます。はい、これで拡張になりまして、こんな感じでね、はい、まあまあくっきり映っております。こちらをね元に戻していきますけれども、ではですねちょっとね複製に戻して遅延をね見てみましょう。解像度はですね、まあ、4K までいけるということですが、今回ねフル HD で今はねやっております。ではねちょっとね YouTube 再生して遅延をね見てみましょう。はい、今ね同じコンテンツをミラーで表示してますね。これで再生しますので、ちょっと遅延の感じを見ていきましょうか。はい、再生しました。どうでしょうか。動画見るぐらいだったらまあ気にならないかと思います。ただゲームはね、ゲームの種類にもちろんよりますけど、ゲームはちょっとねどうかなと、人によるかなという感じですね。で今回ですね、僕が音声を出す必要がなかったので音声出力できると書いてないモデルを買いましたが、音声も出力したい方は音声出力対応というモデルを買った方がいいと思います。続いてですね、ちょっとモバイルモニターにつないでみたいと思います。このね、変換アダプターをつけてモバイルモニター側の HDMI のサイズに合わせてモバイルモニターに差します。はい、これでね、モバイルモニターにさっきと同じ画面が出るでしょうか。はい、ということで出ました。ではね使えるかどうか試してみたいと思いますが、なんかチラチラしてますよね。パソコン側もね今挿してランプちょっとね見づらい、ここにあります、ここにあります、ランプついてますね。はい、これで映るはずなんですが、実はですね多分待てど暮らせど映らない上に、なんかちょっとねこの辺色がおかしくなってますよね。これね多分相性だと思うんですけど、こういう使えないケースもあるんですよ。大画面モニターでやった時もダメなやつもありました。なのでまずね注意点としては、相性で使えないことがある、でそれから音が出ないモデルがある。僕は出なくても良いという条件で買ったのでいいんですが、音を出したい方はそこ注意してください。あと実際どれで使えるかっていうのが、まあ、多分こんな感じ、僕これね多分3つか4つ目なんですけど、ほぼどれでも完璧に使えたっていうモデルあんまないんですよ。なのでそこは注意していただきたいなと思います。はい、こんな感じでね、大画面モニターとも今ねもちろんワイヤレスでつながっておりますよ。こんな感じでねワイヤレスでつなぐことができます。対応してるとかなり快適で、今回僕は音出してないんですけど、音出れば大画面モニターからも音出るということになります。ではねちょっと動画もねまた再生してますので、ちょっと遅延をね見たいと思いますが、安いパソコンほどなんか無駄にね装飾したり変な色にしたりするっていうのが昔ありましたが、まあそんなに気にならないですよね。もちろんね、あと距離が離れていくと遅延する可能性もありますけれども、普通の部屋で使う限りでおいては問題ないと思います。HDMI なんで、まあ、基本何でも使えるわけですよ。今ねスイッチを使って画面を動かしてますけども、僕はこのゲームに関しては、まあ、満足できるかなと思いますが、ちょっと対戦系とか厳しいかもしれませんね、遅延がね。まあ、でも僕はこの画面だったら全然気にならないですね。ちゃんとついてきますね。うん、
ということで、まあ、大画面でねゲーム遊びたい方タイトル選ぶかもしれませんが、まあ、僕はいいかなと思いました。ただそこは皆さんのプレイするゲームのね種類とかにもよるかなと思いますし、PS5 とかねパソコンのゲームとかはもしかするとちょっと厳しい可能性もあるかなと思います。今ねこれスイッチに挿してるんですけど、もう蓋閉まんないんですよ。ここに干渉しちゃって、まあ、こういうこともね起きてくると思いますのでご注意ください。実はですね iPhone とワイヤレスでミラーリングできます。 Android も機種によってはできるんですけれども、まあこんな感じでね、快適に使えますね。で例えば、はい、こんな風にですね、動画をね再生することもできます。さすがにねこれちょっと iPhone の方が音出ないんで、こういう使い方をするんだったら音出た方がいいなと思うんですが、すいません実験ができてないので、パソコンで音出た時にここで音出るか分かんないし、他の製品がこうやってミラーリングできるかどうかも分かんないので、ちょっとそこはね何とも言えませんが、まあまあ、 あの表示だけはこの製品はできるという形ですね。はい、ということでですね、すいません相変わらず読み方分かんないんですが、アイミーボーかな、アイミーボーかもしれません、読み方分からないんですが、Amazon で購入したですね、HDMI のワイヤレスレシーバー送受信機ですね、レビューしてみましたがいかがでしたでしょうか。まあですね、映れば快適なんですよ。ただね、映らない可能性があるっていうのがちょっと困ったところ。ただ他に僕が買ったやつよりは僕の環境ではちょっと相性良かったかなと思います。で気になる価格なんですが、僕が購入した時点では 18,999 円のところ、Amazon ですよ、11,999 円というセールでね、ちょっと安くなっておりました。意外にね、この HDMI のワイヤレス送受信機は値段高いです。なので相性問題があるので、ちょっと買いづらいなというところがですね、気になる部分ですよね。ちょっとメンバーシップの方はですね、まあ関心ある方はお貸し出し、相性を見たい方はお貸し出しとかも検討しますので、またねご相談いただければと思っております。ということで僕の今回点数評価は63点ですね。相性問題がなかったら78点か83点ぐらいつけたいと思います。ただまあ一般のユーザーは僕みたいにデバイス山盛り持ってるわけではないので、買って手元のが映んなかったらもうおしまいじゃないですか。まあ、Amazon とかで返品どこまでできるかっていうねところがありますけれども、そこが一番気になりますね。でまあ後からモニター買ったりねパソコン買い替えたりしたら相性でまた映んないとかなってもちょっと困りますよね。ということでまあ63点でもちょっと点数高いかなと思いましたが、動けば便利ということでこの点数にしました。以上 HDMI のワイヤレスの送受信機ご紹介しました。いかがでしたでしょうか。会社でもねうまく動けばプレゼンの時とかには便利だと思いますよ。今回はですねこちらですね、コンパクトメイト2 C1 プラス R1 というですね製品、まあメイト2と思っていただければいいんですが、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ。これ何かというとタイプ C 対応した映像の送信機、ディスプレイの送信機なんですよね。何それって方多いと思うんですが、ぜひ最後までご覧ください。なかなか面白い製品でございます。このコンパクトメイト C1 プラス R1 なんですが、12月のですね、確か21とか2に発売されて面白いなぁ、買おうと思ったんですが、速攻で売り切れてました。で、今回メーカーさんにお願いしてね、レビューにちょっと貸してくださいと言ってね、借りてるんですけれども、僕はもう興味津々でございます。で、これ何をする機械かっていうのは、ちょっと後で説明しますが、まず中に入ってるものですね、もう超簡単なクイックスタートガイドと、それから製品、それから、入れて運ぶためのね、袋ですね。はい。はい。で、何をするかっていうとね、まずこれ、こちら側のタイプ C をですね、まあパソコンとかスマホに挿すわけですよ。で、こっから電波を飛ばして映像を飛ばしてくれます。で、こちら側で映像を受けて、HDMI でモニターに映すわけですよ。で、なんでタイプ A がついてるのっていうと、これに電気が必要なんで、これを電源につないでくださいと。まあ、こういうわけです。つまり、今までもね、HDMI の送信機って結構あったじゃないですか。パソコン側の HDMI から、例えばモニターの HDMI に飛ばすみたいなのは結構あったんですけど、ミソはこれなんですよ。タイプ C で映像出力ができるタイプ C の映像を HDMI に飛ばせるわけです。だからテレビとかね、モニターとか、モバイルモニターでもいいですけれども、にワイヤレスで映像が映っててしまうという製品でございます。で、対応しているのがですね、Windows、Android スマートフォン、Chromebook、iPhone、iPad、MacBook、iMac と、
という形になっております。で、サンダーボルト3に対応した以下の機器となってますが、 Android スマートフォンでサンダーボルト3対応してないので、映像出力ができればね、可能ではないかなと思っておりますが、まあ、そこを含めてね、ちょっといろいろと試してみたいなと思います。で、ちなみにですね、これ、法令の関係だと思いますけれども、屋内のみでの利用が可能となります。はい、それではね、接続していきます。はい、HDMI に挿しました。で、電源がいるので、今回はね、はい、市販の充電器を使って電源を供給しました。これでまず準備 OK です。はい、実はですね、 HDMI に挿して、要するに受信機をね、 HDMI に挿して電源につなぐと、こういうもうメニューが表示されてます、モニター側にですね。では今度ね、パソコンにこの送信機を接続してみます。それではパソコンに送信機を挿します。はい、もう差し込みました。ペコンともう認識して、ライトもね、ちょっと今つきましたけれども、認識はしたようです。はい、はい、もう挿すだけでね、もう1分も経たずに認識されまして、今ね、パソコンの画像が映ってます。で、このね、パソコンの画像をディスプレイの設定でね、拡張にちょっとしてみますね。はい、もう普通にね、ケーブルで繋いだのと同じように使えます。拡張にするとこんな感じですね。画面広くもちろん使えますね。さあ、やっぱりね、ここで気になるのが遅延ですよね。ということで、またね、ちょっと複製に戻しまして、複製に戻しました。でですね、ちょっと YouTube をね、再生してみます。はい、どうでしょうか。遅延の具合はね、ちょっと微妙に遅れますかね。ごく微妙に遅れますけど、もう動画見るぐらいだったら十分ですよね。まあ、ゲームはね、ちょっと厳しいと思いますけれども、動画見るぐらいだったら何の問題もない。仕事にはね、もう文句なしに使えると思います。ではね、モニターから音が出るかちょっと試してみますね。今度ね、ちょっとモニターを変えてみました。スピーカーがね、いいモニターに変えて、はい、パソコンにね、さっきと同じように接続しました。これでね、音がどんな感じかチェック出るかどうかね、チェックしてみたいと思います。ちょっと待ってるとね、こう反応して今切り替わると思います。HDMI ケーブルを普通に挿した時に比べると、ちょっと時間かかったり、こうやって何回かね、行き来したりしますが、まあこれで出ましたという感じですね。ではちょっとね、再生してみましょう。あ、ベンチマーク1個はもう十分ですよ。このね、ノートパソコンのキャラクターは、はい、問題なくね、音出ております。ちょっとどっちから出た音か皆さんには分かりづらいかもしれませんが、ちゃんとね、ボカンも確認してます。モニター側からね、ちゃんと音が出ました。さて、じゃあこれでね、もう普通の HDMI と同じように使えることが分かったというわけで、じゃあ今度は違うデバイスをつないでみたいと思います。それでは続きましてね、iPhone に接続してみますね。今ね、iPhone につなぎました。これでね、映りますかね、iPhone ね。ちょっと興味津々なんですけれども、映ってほしいなと願いつつ、どうでしょうか。うわー、映りました。これだから、要するに、HDMI の変換アダプターとかハブとかもいらないですよね。これでもう映っちゃいますね。で、ちょっとね、YouTube 見てみましょうか。はい、それでは YouTube を再生してみます。これも全然スマホで再生してるって分かんないですよね。分かんないですが、もう iPhone でね、再生しております。非常に楽しいですね。ではね、次にね、 Android タブレット行ってみたいと思います。はい、それでは Android タブレットに今ね、挿しました。これいけるでしょうか、どうでしょうか。このね、表示が変わったんですけど、ダメですね、対応してないですね。これ Android タブレット側が映像出力できないのではないかと想像します。はい、で、ナッシングフォンをね、ちょっと試してみますが、はい、こちらはどうでしょうかね。はい、ダメですね。結局、HDMI に出せる機種しかダメなんですね。パソコンと iPhone はいけましたけれども、Android はね、結構ダメなケース多そうですね。ピクセルもやってみます。ピクセルもね、多分ダメだと思います。ダメですね。ちょっとね、だから Android 系で使う方は相性があったり、まあ、ダメなケースもあるので、ちょっと注意が必要かなと思います。はい、続いてね、iPad を接続してみます。iPhone いけたんでね、iPad もいけると思いますけれども、いかがでしょうか。ステージマネージャーをね、あ、いけますね。で、ステージマネージャーをオンにして、はい、こんな感じでね、ステージマネージャーでも使え、外付けディスプレイとしてね、使えると思うので、ちょっと試してみますね。はい、もうこんな形でね、外付けディスプレイとして利用できるので、マウスとかを接続してね、快適に利用してください。はい、続いて MacBook Pro にですね、接続してみます。はい、バッチリですね。まあ結局僕のテストでは Mac と Windows、iPhone、iPad はいけました。
ただ残念ながら Android は1台もいけてないので、まあ、ちょっとなんか理由があるかわからないんですけれども、まあ、こんな感じ。Android の方はちょっと相性を確認した方がいいと思います。iOS、MacOS、Windows の方はかなりいけると思います。ワイヤレス非常に便利ですよね。プレゼンの際とかね、ケーブル気にしなくていいのはめちゃくちゃいいと思います。はい、ということで、コンパクトメイト2の C1 プラス R1 レビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。なかなかね、対応してれば便利ですよね。レスポンスも良くて、iPhone とかね、iPad で使うには最高だと思いました。もちろん Windows でのね、プレゼンとかにね、お仕事にも、非常に便利ではないかなと思いました。これね、プロジェクターにも出せちゃうわけですよね。こっち側がね、普通の HDMI ですから。やっぱりね、そう考えるとかなり使い勝手いいかなと。僕もかなり欲しくなっておりますが、さて気になる価格はですね、まあ、予想価格で 14,080 円前後ということで、なかなか現実的ではないでしょうか。この動画を撮ってるタイミングではちょっと品切れっぽいんですけれども、欲しい方はね、情報を集めてみてはどうでしょうか。はい、ということで、コンパクトメイト C1 プラス R1 ですね、レビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。Android スマートフォンがね、ほとんど僕の手元にある Android スマートフォンと Android タブレットは全滅でしたね。この点がちょっと残念で、やっぱり対応機種ね、出てるんですよ。Thunderbolt 3もしくは、USB Type-C ディスプレイアルトネートモードに対応してるとなってますが、やっぱりね、対応機種をね、明確にしてくれないと、特に Android 系はですね、買いにくいと思うので、どの機種でいけるかということを明記してほしいですね。ということで、僕の今回点数は66点、高得点ですね。つけたいと思います。対応機種リストとかつけてくれればね、70点ぐらいいけるかなと思います。はい、今回はですね、HDMI の切り替え機を紹介したいんですよ。かなり昔からある製品なんですけれども、これがね、使ってみると便利なので、ぜひ皆さんにね、紹介したいということで、今回取り上げることにしました。でリモコンもね、最近の製品では使えるようになっているので、そこもご注目ください。で他の切り替え機も今後ね、紹介していきます。ちょっとね、短期集中的なんですね、特集的にね、ワイヤレス製品と切り替え機を紹介していきますので、ぜひ楽しみにご覧いただければと思います。これね、パッケージの裏にある図なんですけれども、を使ってですね、まあね、何ができるかっていうのを分かりやすく紹介したいんですが、これ1台のモニターです。1台のモニターに3台までのデバイスをつないで入力を切り替えてね、表示を切り替えられるわけですよ。で、それ入力切り替えでいいじゃないっていう方もいらっしゃると思います。僕もいいと思いますが、レスポンスが全然ちゃうんですよ。そこも含めてね、実際にね、やって紹介していきますが、今回ユーグリの製品を選んだんですが、いっぱい出てます、切り替え機。で、これがベストかどうか僕にもわかりません。ただ、やっぱりね、そんな値段高いものじゃないので、ユーグリはね、激安商品に比べるとちょい高なんですけれども、値段が安い割にはほぼ安心して今までね、僕の経験では使えているということ、それからね、リモコンが使えるのが便利なので、今回この製品を選んで購入してみました。はい、こちらがね、箱の中に入っていたものです。これ本体になりますね。後で詳しく説明します。それからリモコンで、ケーブル、これね、本体に電源をつなぐためのケーブルなんですが、充電器 AC アダプター入ってないんですよ。なので 5V のね AC アダプターなり充電器を自分で用意する必要があります。まあ大体ね、転がってるやつでいいと思います。タイプ A ですしね、ちょっと古めのやつでも大丈夫かなと思います。まあ万が一映んなかったら一応ね、変えてみた方がいいと思いますけれども、充電器をね、はい、でこちら説明書ですね。説明書はこんな感じで、まあ見ればわかるという形ですね。日本語もね、はい、ここにありますけれども、もう本当説明これだけです。まあほとんど気にしなくてもいいかなという感じですが、ケーブルがあんまり長すぎるとダメよみたいな、特に 4K60Hz で出すときはケーブルは3メーター以下にしてねみたいなことが書いてあります。まああとはもうつなぐだけなんでね、分かりやすいかなと思います。今ね、こちらがまあ正面といえば正面だと思いますけれども、裏側ね、こっち側基本何もしません。こちら側につなぎますね。でここに HDMI 端子がいっぱい4個並んでますね。ここにね、で1234となってますけれども、これが出力、これをモニターディスプレイにつなぎます。でこちら側3つはパソコンとかね、ゲーム機からの入力です。だからここにつないだパソコンゲーム機とかね、パソコンでもいいんですけれども、つないだものをここのモニター1台に切り替えて使えると。でこの端っこに、ケーブルをつないで、まあ、電気を送ってあげる必要があるという形になります。で僕のね、今会社のメンバーの
新田さんがね、ケーブルついてこないんですかって言ってたんですけど、ケーブル一切ついてこないです。あ、充電はねついてきますけれども、 HDMI ケーブルはついてこないので自分で用意する必要があります。ただね、結構 HDMI ケーブル持ってる方多いと思うので、値段が高くなるよりついてなくて安い方が、まあ、僕はいいと思うんですよね、うん、というところで、まあ、最悪 HDMI ケーブルの相性で映らないという可能性もなきにしもあらずなので、まあ、その辺はね念頭に置いて使っていただければと思います。こちらがね付属のリモコンです。123という切り替えのボタンがまあついてるだけという形、シンプルですね。で、電池入ってこないんですよ。なのでこれもですね、単4電池を入れて使う必要があります。ここはね、注意して最初から用意してください。で、これリモコンついてるとなんで便利なのって、まあ基本的にはね、これを押すだけで切り替えられるんですが、まずね、ダイレクトに123いけるっていうのが一つ。それからね、この切り替え機を、例えばね、テーブルの下とか、床の上とかに置いちゃってもリモコンがあれば手元にこれさえあれば切り替えられるわけですよ。でリモコンがないモデルだとこれを押しやすい位置に置いとかなきゃいけないので、そこまでねガンガンこの HDMI ケーブル伸ばしてくる必要があるんですよ。なので僕は絶対リモコンついてるモデルがおすすめです。今回ね接続してみるこのイノくんのモニターには HDMI 端子3個あるんですよ。だからまず3台のデバイスをつないで入力切り替えどんな感じかねやってみたいと思います。ちなみにイノくん、もしくはイノシン、イノチンの読み方はっきりしませんが、最近イノくんと書いてあるケースが多いので今日からイノくんでいきたいと思います。このモニターに後ろ HDMI 3個あります。なので Windows と Mac とゲーム機つなぎまして入力切り替えでね切り替えてみたいと思いますが、皆さん結構めんどくさいですよ。後ろ側にねスイッチ、だいたいスイッチ見えないところにあるじゃないですか。スイッチを押してあげて、はい、ここにね今入力切り替えのメニューが出たので、これでね今こうやって切り替えます。でちょっと待っていると来るかな、はい、やっと Mac 来ましたね。で次にゲーム機にね切り替えてみたいと思います。こうやってねメニューを出して、まあこの操作性はねモニターにもよりますけれども、こんな感じ、ごくまれにねリモコンついてるモニターありますけど、まあほとんどないですよね。これで DS にね今変わりましたと。結構めんどくさいじゃないですか。ではね早速今度切り替え機を使ってみますね。今ね、HDMI ケーブル3本と、それから出力ね、モニターにつなぐ HDMI と挿しました。この3本は、それぞれ、Mac と Windows とゲームね、DS につながってます。それからこの切り替え機に電源をつなぎましたと。結構ね、ケーブルごちゃごちゃしてますが、これでね、準備完了です。で、これ押すたんびに、まず切り替わる。リモコン使わないでやってみますね。で、ちょっとね、ここにね、ランプがついてるんですよ。ちょっともうちょっとね、明るく光ってほしいんですけれども、このね、ランプで、どれがつ今ねこれ3がついてるんですよ。3は Windows です。 Windows ねがついてます。じゃあちょっとねやってみましょう。今ね切り替え機につなぎまして、今 Windows が出てます。ではね切り替えてみます。切り替わっと一旦暗くなって次のデバイスつきます。で実はねこのモニターちょっと遅いです。モニターの自動認識の速度によってどうやら切り替えの速度変わるみたいですね。別のモニターもね後でやりますけれども、機種によってはねこれよりもだいぶ早く切り替わります。はい、ゲーム来ましたね。で今度切り替えて、今度はね Mac が映るはずですね。ちょっとねこのモニターは待たされます。それでもモニターの後ろに手を伸ばして切り替えるよりは、早いですね。モニターの機種によってねだいぶ違う気がしますね。ちょっと待ってると Mac もやってくると思います。はい、来ました。こんな感じですね。ちょっと時間かかりますね。ではね今度別のモニターにつないでみます。はい、今ですね大画面モニターに切り替え機でねつないでみまして、DS ねゲームとそれから Windows と Mac つないでます。今ねゲームやってますけども、これ接続が優先なんでレスポンスは文句なしで、音もねほらモニターから出てるので、この大画面モニターね音がいいのでいい音で出ております。ではね今回も手元のリモコンで切り替えます。当然あそこまで行って入力切り替えするの嫌ですよね。なので手元のリモコンで切り替えます。ちょっとね待ちますけれども、これもね、ちゃんと接続できると思います。ちょっと待っているとね今こっち側の Windows がね認識したので、これからね映ると思います。まあ、大体これぐらいのレスポンス感かなと。さっきと同じかさっきよりいいぐらい、まあ、なんかねタイミングによっても速度違うんですけども、はい、これでね Windows 映りまして快適に利用できます。では続いてねまた切り替えてみます。はい、Windows が今オフになって、これからね、またね接続がかかります。
ゲームにも取っちゃいましたね。で、じゃあ Mac ね、今度。こうやってね、じっと待ってると長いように感じるかもしれませんが、モニターのところまで行って入力切り替えして戻ってくるっていうのを考えると、まあ実用性はあるのではないかなというふうに思います。切り替え機もですね、若干気長な感じで使えば十分実用的かなと。で、特にね、こういう大画面の場合はリモコン使えるのいいですよね。テレビの入力をね、切り替えるとかリモコンでできるじゃないですか。だからこれはね、テレビだったら入力切り替えでいいかもしれません。つなぎっぱにしてね。でも HDMI 端子が足りない場合とかね、それからパソコンのモニターとかの場合はリモコンついてないですから、手元のリモコンで使えるのは価値あるかなと思いました。ということで、ユーグリーンの HDMI 切り替え機ですね、3つの入力1つの出力ということでリモコンがついてますね。 4K60Hz もしくは 1080p だと 144Hz までいけると。 DHCP2.2 にも対応しているという切り替え機、レビューいたしました。いかがでしたでしょうか。気になる価格はですね、3099円なんですよ。まあ約3000円、3100円と考えるとですね、まあ、若干レスポンスがね、待つタイミングありますけれども、他の切り替え機もね、似たような大体感じです。モニター側のね、切り替え速度にもよって変わってくると思いますけれども、複数のパソコンを1台のモニターに使いたい方にはかなりおすすめで、特にモニターの HDMI 入力が1個しかないとかね、ちょっと物足りないという時に使うと、まあ、3つをね、使って1個の出力という形で切り替えられるのは重宝するのではないでしょうか。まあ、ミニ PC とかね、たくさん持ってる方には非常におすすめの製品だと思います。ちなみにモニターに HDMI が3個あれば、うち1個をこれで使って2個をまた別の入力切り替えっていうことも可能になりますよね。まあ当然ですけれども。ということで、今回は切り替え機紹介しました。以上、ユーグリーンの HDMI 切り替え機紹介しました。まあ昔からある製品ですけども、値段もこなれてきましたよね。リモコン付きも便利だと思います。ということで65点をつけたいと思います。意外にこの点製品ね、知らなかったよっていう方もいらっしゃると思うので、値段も安いのでね、もしよければチャレンジしてみてはいかがでしょうか。結構楽しいと思います。切り替え機やワイヤレスアダプターの特集を引き続きお届けしていきます。今回はですね、めちゃくちゃ便利だと思います。USB の切り替え機ですね。例えばマウス、キーボード、SSD などを複数のパソコンに切り替えて使えるわけです。それ何って感じだと思うんですが、見ていただければすぐにわかるはずです。今回もユーグリーンの製品を買ってみました。HDMI 切り替え機の時もお話したんですけれども、いろいろなメーカーからね、いっぱい出てるんですよ。で、正直どれがベストかわからないんですが、 USB 切り替え機はね、僕これ買うの3代目ぐらいかな。で、まあユーグリーンが値段の割に安心して使えるケースが多いので選んでみました。まだねこれ使ってないので実際使って試していきたいと思いますけれども、でどういう役目かね、この図でちょっと紹介したいんですが、まずね、この切り替え機にキーボードとかマウスとか USB メモリーとかつなぐわけですよ。で、パソコンが2台使える。つまり A というパソコンで使ってたキーボード、 B というパソコンでも使いたいことあるじゃないですか。こんな時にね、この切り替え機があるといちいち差し替えたりね、 Bluetooth の接続を変えたりしなくて良いので便利というわけです。こちらが今回購入した USB の切り替え機ですね。まずこちら側に、例えばキーボードとかね、マウスとか USB メモリーとか SSD とかつなぐわけです。で、このね、口はこのリモコンをねつなぎますので、はい、手元で操作できると。いわゆるこれハブとして使って考えてもいいと思うんですけど、これはですね、ちょっと足元とかね、裏の方に置いておいて、手元はこのリモコンで切り替え操作をすることもできるよというわけです。で、こちら側がですね、まあ、電源のね供給ポートと、それからパソコン1台2台につながるという形になります。つまり A というパソコンでも B というパソコンでも同じように USB につながる機器が利用できるというわけですね。で、タイプ A、タイプ A ケーブルが2本ついてます。グッジョー。これね、持ってる方少ないと思うんですけれども、このケーブルがあればね、パソコンとつながるというわけです。ちょっとねケーブルごちゃごちゃしていますけれども、今ね、接続してみました。この切り替え機にですね、キーボードはケーブル、マウスは専用のレシーバーのマウスをつなぎました。で、それぞれにパソコンにね、タイプ A で USB 3.0 のポートにつないでいます。まだね、マウスとキーボードしかつないでおりませんが、どんな感じかやってみますね。今ね、キーボードを押します。今ね、こっちミニ PC につながってますね。マウスもほら、ミニ PC につながってますよ。ではね、切り替えてみます。これで切り替わりました。はい、もうマウス動いてます。
早いですね。めちゃめちゃ実用的ですね。HDMI の切り替え機よりもめちゃめちゃ早くて実用性かなり高いなと思いました。じゃあですね、ちょっとね、リモコンをつけてみますね。付属のリモコンで切り替えてみます。まあこのリモコン使っても使わなくてもいいと思う。ボタンがついてるだけなんで、ここで押すかリモコンで押すかなんですよね。だこの切り替え機自体を机の後ろとかね、下の方に置いた場合はリモコン便利だと思いますが、見えるところに置いた場合はリモコンいらないと思いますけれどね。ではね、今ね、ノート PC の方で動いてますね。リモコン押しました。するともう来ました。ほら、早いですね。リモコンも実用性高いですね。なかなかね、これはいいのではないでしょうか。というところですが、続いてですね、ちょっと違うものをね、接続してみたいんですよ。はい、今ね、SSD を挿しました。SSD でね、表示されてます。で、これ切り替えるんですが、SSD の場合はやっぱりね、データを失う危険性があるので、一回ね、取り出す作業をした方がいいと思います。で、これで今ね、取り出ししました。で、切り替え機ね、切り替えます。で、こっちにね、今来ました。はい、来まして、今度は SSD が認識してなかったら差し替えが必要になりますよね。はい、あ、大丈夫ですね。来てますね。はい、SSD がね、ちゃんと使えております。こんな感じでね、ちょっとスクショとか開いてみましょうか。はい、これね、SSD のスクショを今ね、開きまして、こんな感じ。はい、開きましたね。SSD も、だから、マウントというか、そのね、取り出し作業を SSD の場合はする必要、もちろん自己責任ですけれども、する必要があるのがちょっとめんどくさいんですが、まあもちろんね、問題なく使えます。まだね、これ電源供給してないんですよ、切り替え機に。だから電源供給なしでいけるケースの方が多いと思います。で、いけない場合は電源をね、供給してあげた方がいいと思いますが、続いてね、まあ同じだと思いますが、今ね、SSD Type-C につなぎました。このね、切り替え機の。今度は Type-A に USB メモリを挿してみます。はい、挿しました。こっちに来てるかな。はい。今ね、こちらピコッと言って、はい、開きました。はい、USB メモリね、使えてます。これもね、一応、取り出しね、操作をしてから切り替えた方がいいと思います。もちろん自己責任です。切り替えました。で、今度ね、こっちに来ているはずです。はい。はい、今ね、ピッという形で来ましたよね。これで USB メモリ開くことができました。はい、非常にね、レスポンス早くて、実用性は非常に高いと思います。続いてですね、ウェブカメラを接続してみましたよ。もちろんね、この切り替え機の方に、ケーブルで接続しました。まずですね、こっち側、ミニ PC でウェブカメラが使えるか試してみますね。はい、表示されました。ミニ PC にね、ウェブカメラ表示されています。まあ、画質も良くてね、これまあ BenQ のカメラ非常に性能がいいので、まあ、文句なしの画質ですけれども、じゃ一回こっち閉じます。で、切り替え機を切り替えます。今ね、切り替えました。マウスもね、もうほら、来ましたよね、こっちにね。で、ウェブカメラ、じゃあこっちで使えるのということで、試してみますね。まあ、使えると思いますけれどもね。まあ、でもこれ、使えれば便利っちゃ便利ですね。ウェブカメラ三脚かね、モニターかなんかにつないどいて、一発位置を指定しておけば、パソコン何でも使えちゃうわけですからね。ほら、使えてます。このカメラね。で、ちなみに切り替えれば、内蔵カメラでも、ほら、内蔵カメラも使えるわけですね。これ、カメラアプリの切り替えやってますが、Teams とかもね、別にカメラ切り替えればどっちでも使えますよね。非常に、便利ですね。ちょっと配線がごちゃごちゃしてまいりましたが、今度はね、マイクつないでみました。USB 接続のマイクですね。で、こちらをですね、切り替えて使えるか試していきたいと思います。はい、で今ですね、入力で、これマイクロフォンで、コミカのマイクという形で出てますね。ここにですね、こうバーがあります。これマイク触ってバーが動いてるじゃないですか。これね、動いてますよね。使えてますよね。ああ、みたいな感じでね、バー伸びてると思います。もうそもそもミニ PC ね、マイクないものより多いので、使うの便利じゃないですか。ではね、切り替えます。こっちに今ね、ピコッといって切り替わりました。ではね、こちらでマイク使えるか、やはりね、試してみましょう。はい、こちら側もね、マイクさっきと同じモデル認識してますね。これ触ると、はい、下のね、このバーが伸びてると思います。今僕マイク触ってますけれども、はい、マイクも切り替えて使うことができました。とっても便利でしたけれども、ここにね、ランプがついてるんですよ。自分で向かって右側のデバイスはこのミニのポートにね、左側のデバイスは左のポートにつなぐと、このランプと合うんですよ。これ押すとね、切り替わります。どっち側につながってるのかが、ほら、一目で分かって、便利ですよね。まあ、リモコン使っちゃうと本体見えないんでね、どっち側か分からないんですけれども、
このね左右合わせてこのランプと組み合わせて使うと、まあ、非常に便利ではないかなと思いました。で僕自身普段ですね Bluetooth の切り替えでマウスとキーボード切り替えて2台のパソコンで使ってるんですが、こっちの方が早いですね。マウスとキーボード Bluetooth で切り替えても当然使えるんですが、タイムラグが結構あるのと2つ切り替えなきゃいけないじゃないですか。面倒なんですよね。これだったらかなり早く切り替えられるので非常に便利だなと思いましたし、ケーブル接続とかね、専用レシーバー接続のキーボードやマウスは Bluetooth と違って3デバイスの切り替えみたいなことできないじゃないですか。そうするとこの切り替え機があれば一発でいけるっていうのが便利ですね。で今回やりませんでしたけど、スキャナーとかプリンターとかももちろん切り替えられます。ただね、それは最近 Wi-Fi になってきてるんで、まあ使わないかなと若干思うんですよね。だから Wi-Fi の切り替えっていうか Wi-Fi で接続できないねデバイスの切り替えにはおすすめですね。ただ映像出力はないと思うので、モニターをねつないだ切り替えとかはこれはちょっとできないと思います。 Ugreen の USB 3.0 切り替え機レビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。さて気になる価格なんですが、動画を撮ってるタイミングでは4,299円で 10% オフのクーポンがあるので、まあ、3700円か800円ぐらいですね。僕も実際買ってみたんですけれども、で購入できます。あまり安くない気もしますが、タイプ A タイプ A ケーブル2本ついてますしね、これ1本買っても800円ぐらいするんで、そう考えるとかなり安いのではないかなと思いました。でこの切り替え機はめちゃめちゃ実用性高くておすすめです。レスポンスがとにかくいいので、 HDMI のね切り替えなんかに比べると実用性は高いなと実感いたしました。ユーグリーンの USB 3.0 の切り替え機いかがでしたでしょうか。これね、結局パソコン側の USB Type-A ポートが1個で、こちら側はですね Type-A が3つに Type-C が1個使えるわけですよ。4ポート使えるんです。つまりパソコンの端子が少ないという方にもおすすめできる製品となっております。ということでかなりおすすめ、73点をつけたいと思います。レスポンス上々でした。切り替え機やワイヤレスアダプターの特集の今回実は多分最終回の予定なんですけれども、究極の切り替え機を紹介したいと思います。 KVM スイッチというですねカテゴリーの製品になるんですが、これはですねなんと HDMI 接続のモニターを2台の PC で切り替えて使える、ついでにマウスやキーボードも切り替えられちゃうというですね、すごい便利そうな製品でございます。どこまでいけるのか、ちょっとね、僕も初めてこれ使うんですよ。試してみたいと思います。いくつか製品出てるんですが、この製品がベストかどうか分かりませんが、なんとなくね、コスパの高いモデルを選んでみた次第です。はい、こちらがですね、まあ、究極の切り替え機と言ってもいいのではないでしょうか。まあ、何ができるかね、またこの図で紹介していきたいんですが、まずですね、パソコン2台とつながります。で、共有できるのはモニターと USB 機器2つですね。マウスやキーボード、USB メモリー。ヘッドセットとかをですね、共有できると。この絵が悪い、この絵がね、良くないですよ。このね、モニター側はこっち側にあった方がいいですよね。その方が分かりやすいんですけど、要は2台のパソコンでモニターと USB 機器が切り替えて使えるというわけです。早速ね、見ていきましょう。はい、こちらがね、箱の中に入っていたものですね。まず説明書。日本語のね、説明書がちゃんとついております。で、これ本体ですね。後で詳しく説明していきますけれども、あと付属のね、ケーブル、タイプ A、タイプ A ケーブルが2本、タイプ A、タイプ C ケーブルが1本、HDMI ケーブルが2本ついてます。使うべきケーブルは全部ついてますね。これはね、なかなかね、親切だと思いますよ。ただね、ちょっとあれと思ったのが、このね、箱の裏を見ると、さっきお話しましたけれども、ここにね、使えるものに、例えばね、U ディスクって書いてありますけど、これどう見てもね、メモリー、USB メモリーじゃないですか。ハードディスクとか書いてありますよね。ところがこの説明書を見るとですね、使えるのはキーボードのマウス出力、データを送信する機能はありませんってなってるんですよ。よくわからない。どっちなんだろうと。まあ、使ってみないとわからないですよね。使ってみましょうね、ということで、ではね、ポートを紹介していきます。こちらをね、これから使っていきたいと思います。ボディはアルミ製でですね、結構高級感があるなと思いました。で正面側には、マウスとキーボードね、つなぐタイプ A 端子がありますけれども、これ逆でも別にいいと思います。
で、電源を供給するための 5V の、ね、電源を供給するための端子があると。これ付属のタイプ A 端子、タイプ C 端子で、電力が足りない場合に使えばいいのではないかなと思います。で、裏側。これを共用したいモニターにつなぎますね。この HDMI。で、この2つは2台のパソコンにそれぞれね、USB 端子と HDMI、USB 端子と HDMI という形で接続することになります。で、これによって、このモニターが2台で表示できる。つまり、こっちは入力っていうかですね。はい。で、こっちが出力になりますね。で、こっちも入力になります。共用できるのは、この2つのタイプ A と、この1つの HDMI という形になります。ちょっとややこしいですけどね。早速、使ってみましょう。ワクワクしますね。相変わらずですね、もう配線、今回の動画は配線ごっちゃごちゃですけど、これ自分で使うときはうまくね、処理します。で、隠しちゃうと皆さんに見えなくなっちゃうんでね、こういう状態になってますが、今ですね、このパソコンにこのモニターつないで、ミラーでね、表示、複製で表示しています。モバイルモニターとね、つないでます。それからね、このキーボード、生きてますよね。それからマウス。これね、ミラーなので両方マウス動いてますよね。で、これ別に複製じゃなくて拡張でもいいんですよ。ディスプレイ設定で、はい、拡張にしますね。はい、これでね、拡張になりました。例えばね、何かこう開くと、こんな感じで、こんな風にね、使えて、まあ広く使えますよね。で、このミニ PC。このミニ PC の HDMI が切り替え機に刺さってます。USB も切り替え機に刺さってます。実は、このね、ノートパソコンの HDMI 出力もこの切り替え機に刺さってます。つまり、このモニターは、このノートパソコンも切り替え機越しで使ってるんですよ。じゃあ、もちろんね、キーボードとマウスもそうですが、じゃあちょっと切り替えてみましょうということで、今切り替えました。ノートパソコンのモニター使えなくなりまして、今度はですね、このミニ PC が表示されてます。これ、ミニ PC です。で、マウスもキーボードも来ております。キーボードね。キーボードから来てます。当然こっちは使えなくなりましたよね。動かなくなりましたよね。これちょっとね、いいかもしれませんよ。まずね、HDMI の切り替え機より早くないですか？認識。で、USB も結構早く認識します。かなりね、認識早いんですよ。これで今度はノートパソコンで、このモニターもキーボードもほら、使えるようになります。こういうふうに。これかなり実用性高いですね。ちょっとびっくり。思ったよりいいですよ。この KVM のね、スイッチ。今はキーボードとマウスしかつないでませんが、さっきの通りデータ転送いけるのかどうか、ちょっとね、USB メモリをつないでみたいと思います。それではね、切り替え機に USB メモリ挿してみますね。今ね、キーボードはもう死んでます。マウスは生きてますね。あれと、来ないんですよ。来ませんね。ちゃんとね、電源も供給してます。あ、ちなみにね、電源供給しないとマウスの動きもカクカクでした。なので電源はね、必ず供給した方がいいと思います。動くことは動きましたけどね。USB メモリーダメですね。これはね、ちょっとびっくりですね。パッケージにハードディスクまで書いてあるんですけどね。これはちょっとよろしくないなと思いますけど、物自体はいいですよね。では続いてね、ちょっと SSD もやってみますね。SSD。まあ、動くはずないと思いますが、SSD も試してみます。はい。今ね、SSD 挿しましたが、反応ないですよね。反応ありません。ミニ PC の方にしてみましょうか。これでミニ PC がこっちに来ます。はい。マウスはね、当然動いてますけれども、SSD はどうでしょうか。ないですね。これ、D 出てますが、これ内蔵のストレージです。2ストレージになってるんで。反応ないですね。これね、やっぱりマウスとキーボードしか使えませんね。おそらく。まあ、他のものはもう試しませんけれども、使えませんね。これはね、ちょっと信じて買っちゃうと危険かなと。でもそれ以外はめっちゃレスポンス良くて、非常に実用性高い。で、切り替えもいいですよね。ちょっとね、感動レベルの速さですよ。で、ちょっとね、元に戻して、切り替えてみますよ。ほら、もう使える。もうモニターも映る。いいですね。ちょっと大画面のモニターでもね、試してみましょう。まあ、同じなんですけどね、大画面モニターにつないでみました。今ですね、これ、このね、ミニ PC が動いてます。ほら、こっちがね、目に出ませんよね。で、切り替えます。
すると今度ね、ノートパソコンの方に、はい、早いな切り替え、はい、今度ノートパソコンの方に行きました。大画面のねモニター共有できました。もちろんミニ PC2 台で1台のモニターと、キーボードマウスをね共有することも可能です。いろいろテストしてみたんですが、なんかねたまにキーボードが認識しなくなって差し替えとかやってますけど、安定運用して切り替えてる分には全然問題ないです。でたまにいろいろこうテストで差し替えてると、あれなんかキーボード認識しないねみたいな時がありました。その時はね差し替えれば、大体ね、うまくいきました。ただまあちょっとやっぱりね、データもいけますって箱に書いてあるのに、実際はデータ、僕のテストではいけなかったっていうのは、まあで、マニュアルっていうかね、説明書にもデータいけませんって書いてありますから、ちょっとそこはいただけないかなと。まあでもこういう製品ってそういうこと結構ありますよね。だから僕の動画見ていただいた方は、そこを承知で買う分にはかなりいいと思います。HDMI の切り替えよりもこんなに早いのはなぜかなというぐらい早いですね。はい、今回ですねこの KVM 切り替え機ですね利用してみましたけれども、普通の HDMI の切り替え機よりもなんかいいことが分かったので、これからですねちょっと一旦これで切り替え機特集終わりにしますが、ちょっと違う製品もまた買ってですねちょっとレビューしてみます。もしくは皆さん使ってるのでこれがいいよというのがあったらですねぜひ教えていただきたい。特にね HDMI の切り替え機で高速なのがあったらそれもね教えていただきたいなと、ちょっと切り替え機もね突き詰めて沼にはまっていきたいと思っております。でこの製品ね製品名はっきり言って分かりません。ムーブカルっていうのかな、 MOVCLE という製品だと思われますが、ちょっとちゃんとねどこにも書いてません。でこれデータ転送がいけないというのがねネックですけれども、切り替えのレスポンスとか非常に良くてですね思ったより良かった。しかも価格が安い。なんとですね、ケーブルこれだけついて3250円なんですよ。しかも僕が買ったタイミングでは 10% オフクーポンがあるので、2000円台後半 ?2800 円台ぐらいで買えちゃうんですよね。そう考えると、まあ、かなりいいのではないでしょうか。もちろんね、長期安定運用が可能かどうかはちょっとわかりません。はい、ということでね、KVM 切り替え機レビューしてみました。いかがでしたでしょうか。買ってみて思ったより良くて驚きました。でちなみに Amazon のサイトには、データ転送できるものが使えるとは書いてないんですよ。箱に書いてあるんですね。だから買う方が間違えることはあまりないと思いますが、それにしても箱に書いてあったらがっかりですよね。そこはどうにかしてほしいなと思いましたけれども、実用性かなり高いです。だ繰り返しますが、長期運用はまだ僕してないので、責任は取れないので、そこはご了承くださいということで、僕の点数80点です。切り替えレスポンス最高でした。でちょっと動作が怪しいところありましたけど、まあ、3000円切ってますからね、いいのではないでしょうか。ちょっとこの辺の切り替え機ね、またこだわっていきたいと思います。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、大体5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。